2022年度子どもたちの心を育む活動。活動テーマ、愛されて10年、ちっちゃな小学校の全校落語。受賞団体、奥出雲町立高尾小学校、島根県。島根県南東部の山間にある奥出雲町立高尾小学校は、全校児童5名の極小規模校。積極的な自己表現と大きな社会との関わりを求めて、2013年から全校児童による高尾小ニコニコ寄せを展開しています。地域のお年寄りを対象にした健康寄せが評判となり、町内外から招かれるようになりました。近年では防災、防犯、交通安全、小児がん対策までテーマを広げて、広島や東京でも寄せを開催しています。地域に愛されて10年、2023年1月末までに開催した寄せは通算で188回を数え、17名の歴代噺家を育んできました。落語を通して視野を広げ、夢と誇りを持ち、意欲的に生きる子どもたちの姿があります。